皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回のレスレリアナのアトリエはコメントでいただいてました半周年記念プレゼントバトルの SSR メモリア、何を交換したらいいのかというのをネコリン的考えをお伝えしながら、強いメモリア、これが微妙なメモリアというところも一緒に解説していきたいと思います。個人的ティアも作ってみましたのでよろしくお願いいたします。それでは早速解説していきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。これが私が作ったティア表になります。主に汎用性が高いものを SSS に置き、その後特定キャラクターとの兼ね合いで強いもの、正直あまり使わないものっていう感じでランク付けをしてみましたので、一つ一つ上から解説していこうと思いますのでよろしくお願いいたします。時間の都合上強い点を集中して紹介していこうと思いますのでよろしくお願いいたします。 SS ランク昼下がりのひととき、これはもう間違いないです。物理攻撃力 31.25% とめちゃくちゃ高く、素早さも 4% とそこそこを誇っている。なんといっても汎用性の高さ、そしてアタッカーだったら、まあ、魔法アタッカーだとしてもある程度持っていってもいい、物理アタッカーはもうほぼ確定で持っていった方がいいっていうぐらいの強さ。ウィーク攻撃時のスキルダメージプラス 52%、 これ弱点つければ誰でもいいって感じなのでめちゃくちゃ強いです。私いつも持っていってます。これマジで強いです。耐性ダウンを持っている味方と組み合わせることによりリラとかでもいいですし、ザンライザーとかでもいいし、基本アタッカーに持たせといて味方のブレイカー等々の属性ダウンを入れた後に攻撃すると弱点上がりますので、威力が上がりますので相手をウィークに持っていけるよっていう状態が作れる場合にも持参した方がいいです。それぐらい昼下がりの人たちは強い、間違いなく SS ランク。続いて SS ランク、お勉強の時間だよ。素早さ 11.75% の術者ダメージアップオール3ということで、マックス値で味方全員のスキルダメージプラス 15% がついています。配布メモリアで憧れを抱いてというものが来たんですけれども、こちらは素早さ 11.75%、 じゃあ素早さメモリア一つでいいんじゃないって話になるんですが、そんなことないです。例えば今回のバレリア編成で話したんですけども、アンペル、コルネリア、そしてバレリアという場合になった場合に、メモリア調整で素早さを調整する場合、素早さメモリア2つはあった方がかなり調整しやすいんですよ。高速アタッカーと組ませるときに素早さメモリア2つあった方が編成の幅が広がりますので、憧れを抱いてプラスお勉強の時間というところで、ここで確実に素早さメモリアを確保しておくっていうのはめちゃくちゃ強いと思います。そのため私は SS ランクにこれを置きます。配布できたとはいえ素早さメモリア2つ持っといた方がいいです。似たような効果に私たちのマスターピースというメモリアがあります。こちらはアタッカーサポーターの味方全員のスキルダメージプラス 28% となっています。素早さは 4.25% ですので、ダメージを取るか素早さを取るかというところがあるので別物として確保しておいた方がいいと思います。続いて S ランク2人だけの時間、こちらは魔法がプラス 31.25% になったものになります。素早さは 4.25% そこそこです。冒険ダメージアップ3ということで、自身の HP が 70% 以上の時スキルダメージプラス 52% というのは正当になっています。これ 70% 以上の時って書いてあるので、確実に効果を発揮するためにはまずディフェンダーは必要、そしてヒーラー、全体ヒーラーが特に必要かな。メルルとかリディとかそういったキャラクターと一緒に組ませることにより HP70% 以上確保しやすいのでおすすめです。しかも 70% 以上だったら誰でもいいところもありますので、まあ魔法アタッカーが一番ですが、万が一物理攻撃用のメモリアを持っていない方に関してはこれを持っていってもまあかろうじていいだろうというところもあり、汎用性の幅が広いのでこれもおすすめしたいです。続いて S ランクその2、相棒。物攻が 31.25% と高く、素早さが 6.75%、 素早さも高めです。なぜここに置いたか、残属性のブレイクダメージアップするからです。残属性皆さん誰を思い浮かべますか？ロゼ？もっといるでしょ？ザンライザです。そう、メダル交換優先度でトップに君臨するザンライザ、このザンライザが絶対交換した方がいい。じゃあ何持たせるの？相棒でしょ。
もうここまでがセットになるので、ザンライザー確保しないよっていう方はそんなに優先しなくてもいいですが、私はこれ押したい。正直 SS でもいいんじゃないかって迷ったんですが、まあ汎用性の高さから S に置かせていただきました。マジおすすめ。続いて A ランク、高度を上げて物理攻撃プラス 31.25%、 素早さが 4.25% となっています。物理攻撃に特化したメモリアになっています。しかも残属性限定です。ロジーとかバレリアという強力なアタッカーに持たせたいところなんですけれども、ザンライザーを入れる編成が強いというところを話しましたよね。つまりザンライザー編成においてザンアタッカーをよく使うという場面が増えますので、他の限定的な火力アップメモリアに比べたらこちらの方を優先的に効果を高くしたいということで A ランクトップに置きました。私はよくロジーに持たせてロジーバーストと組み合わせて使ってますが、めちゃくちゃ強いです。続いて A ランクの2、色づく景色、魔法が 30.25%、 素早さが 4.25% となっています。効果は非属性の時スキルダメージプラス 52%。 非属性といえば主人公であるヒリスナ、そしてめちゃくちゃ火力の高い単体非属性アタッカーライザ、全体のビルベルというように、単体も全体もレスナもというところで結構使う場面が多いんですよ。特にキャラクター人気も高いライザとレスナ星5で使う場面が多いので、他のメモリアに比べたら登場回数が多いというところもあり A ランクに置かせていただきました。 A ランクの3、お宝大発見、物理攻撃型メモリアで素早さが 4.25 となっています。突属性の時スキルダメージがプラス 52% という効果です。アイフル手に入るバレリア、そして全体アタッカーのミュー、単体アタッカーユナという感じで、配布も全体も単体も装備ができるということで装備範囲が広いメモリアになっていますので、突属性こちらに置いています。ザンとのランク付けは一緒なんですけれども、あえて少し話したのはザンライザの有無というところでこの順位にさせていただきました。 A ランクの最後、黄昏の錬金術師、風徳ヒールアップ3をつけている、素早さ 4.25 の魔防 33.75% となっています。風属性の時与える HP 回復量プラス 52% です。他の物理メモリアよりこれを少し優先させたのかという話をするんですが、風属性のヒーラー誰がいます？皆さん、アーシャー、もっといるでしょ。メルル、そうメルルがいるんですよ。確かにレアメモリアで回復量アップメモリアはあるんですが、2以上になった場合はこの風徳ヒールアップがめちゃくちゃ強くて、特に属性等なんかでもメルルは回復役としていろんな属性等で持っていく場面も多いし、ストーリーでも持っていく場面が多い。特にリディ持ってない人に関してはメルルの回復量ってめちゃくちゃ助かるんですよ。1トス以上かになるんですが、突ができるっていう前提においてはこれを優先したいです。突が全くできないよっていう場合は C ランクでもいいと思います。続いてその瞳に映るもの、魔法攻撃型の素早さ 6.75%、こちらは非属性の時にブレイクダメージアップというものになっています。非属性のブレイカーといえば全体ブレイカーであるマリー、そして単体ブレイカーであるキリスグリフが上がります。これらのキャラクターを持っている場合には引いた方がいいかなというふうに思いますが、多属性ブレイカーって属性等では活躍するんですけれども、基本的にザンライザーが候補に上がってくるので、ちょっと多属性ブレイカーのメモリアは少し優先度が下がるかなというふうに考えて B ランクとさせていただきました。 B ランクの2、もっと遠くへ、物理攻撃魔法攻撃が 23.75%、 素早さが 10.75% となっています。風属性の時スキルダメージプラス 52% という性能です。風属性アタッカーであるロマンに装備させた場合は素早さがかなり高くなってしまい、リディとかと少し調整しづらくなってしまう場面があるんですが、あえてフィリスに装備させることでフィリスの遅い素早さをある程度補うことができ、もちろんね風属性等ではめちゃくちゃ使うんですが、ストーリー等でなかなかフィリスを使う場面は少ないなと思ったのでこのランクにしました。ロマンを持っている人はもう少し高くてもいいと思います。ここから C ランク、人形の見る夢、
HP 魔防が 23.75%、 物防が 33.75% の防御寄りのメモリアになっています。打属性攻撃を受けるとき回避するマックスで 14%。 これ正直期待できないですが、私1回だけ使ったことあります。 UD 確保しないときに相手の攻撃を絶対避けないといけないっていうときにリタマラして回避する戦術を取ったことありますが、マジでおすすめできないです。ディフェンダーの防御メモリアとしてステータスを上げる場合に持っていくっていうやり方が主流になると思いますが、あまり使う場面はないのでやはり C ランかなと思います。続けて歴史を紡ぐもの、先ほどのメモリナの魔防に特化したものになります。こちらは火属性の時受ける回復量がプラス 34% というものになっています。まあ魔防寄りのメモリアとなってますので、誰に使うかなというと、まあ配布キャラクターのレジナ、火属性ですからね、ディフェンダーレジナに持たせて魔防特化で受けて、なおかつ味方のヒーラーからの HP 回復をもらうことにより耐えるというような戦術の時に使うかなと思います。ストーリーとかだと基本的には他のディフェンダーを使うことがあるので、やはりこのメモリアもあんまり使うことがないかなということでこのランクになります。向こうへの予感、これは物理防御力に特化したメモリアになっています。物理攻撃を受けた時自身にスキルダメージプラス 22% を2回行動終了するまで付与というものになっています。そもそも防御系のメモリアを装備するのってディフェンダー想定なので、ディフェンダーのスキルダメージがちょっと上がったよだからなんだっていうことになるので、しかも物理攻撃限定なので、正直これも物理防御アップのためにディフェンダーにつけるっていう用途ぐらいなので、これもあんまりおすすめしないです。というか交換しなくていいと思います。寄り添う花たち、 HP はプラス 18.75% の素早さ 4.25%、 物防に特化したものになっています。効果は氷属性の時与える HP 回復量がプラス 52% というものになっています。氷属性かということで、氷属性のヒーラー誰思い浮かべますか？とトトリですね。あら、トトリって一部の場面であるイベントではめちゃくちゃ活躍したんですけれども、基本的に単体ヒーラーなんですよ。どうやっても全体ヒーラーで回した方が強いのがレスレリアーナのアトリエなので、あまりこのメモリアも使うことはないかなというところになるので、このランクとさせていただきました。 Cランクラスト、天使の慈愛、魔防がプラス 33.75% の素早さ 4.25% メモリアです。キル対象が火傷の時対象に受けるダメージ 34% を2回攻撃するまで付与という風になっています。正直使いどころほとんどないです。唯一っていいのかな、火傷を付与できるキャラクターとしてイクセルがいるんですけれども、属性等でイクセルが火傷を付与させて、じゃあダメージアップさせてっていうところなら使いどころはあるんですけど、まずストーリー等々でイクセルを使う方が申し訳ないけどあんまりいないという関係上、ほとんど役に立つことはないなっていうメモリアだと思いますので、 C の最後にさせていただきました。どうでしたでしょうか。以上でメモリア交換優先度ランキング、ネコリン的視点からということで解説をしてみました。正直自分の持っているキャラクターによって優先度は変わります。ただ汎用性の高いスキルダメージアップということ、そして素早さメモリアは2つは確保しておきたいという意味でお勉強、また残雷像を絡めた残属性、この辺を優先的に考えていったらいいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回は確定ガチャを引いたらどうなったかという動画をね、ありようと思いますのでよろしくお願いいたします。それではまた見てください。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。